でもこれであれでしょ、型取りとかなんか言うの全部取っ払って仕事になるでしょ、うん、工程が早いですよね。そうでしょ、型取りはいらないし、こんだけ塗ってきゃ十分やろ。十分十分、塗らなくたっていいんだもん。これにはくっつきませんよね、梅殺しだからいいですか。あ、いいっすよ。あ、そこに塗るわけか、うん、この隙間から盛るんですよ。おお、はい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 。いや、そこに塗るわけね。うん。ああ、やっぱあれだね、もっと細いスパチュラみたいなのがいいね。よいしょ。
はい。うん。よいしょ。この前さ、うん。子供らにこの二段ベッド買ってやったわけさ。うんうんうん。ね。うん。お兄ちゃんが一番上寝て、うん。あの二番目のお姉ちゃんが下寝てるさ。うん。でね、うん。お父さんなんか電気つけてって言ってさ、うん。実はこのクロスをさ、うん。6800、うん、うちに水戸よ、うん、ああ水戸がいいよね。いっぱいさ作ったわけよね。でもさやっぱりさ特筆してるんだよ。っていうのはさ要はさそういう柔らかいやつだろ、うん、ね、柔らかいやつだろ、うん、だからさ柔らかくなきゃダメじゃん。僕は、ね、で強くなきゃさ要は、目的とすると、うん、いやだからさっきやった通りさこれリボンまでさ、うん、あるわけ、カッチしてるわけだからさ、それ花結びのリボンだからさ、物は何でもできんだよ結局、うん、これあれだろ排水のさ、あ、水切りだろ。だから何でもできんだけどさ素材はさ要はさ強くてさないものを作らなきゃ意味ないじゃん、うん、ねえ付加価値上がんないじゃんないもの作んないと。でさ安くあげんだったらさそれはそれでいいわけだよ水切りで、うん、あそれとかさこの普通売ってるさ布でいいわけだよ。でお父さんの言ってる通りさそのウエスでいいわけだよ、うん、俺布だもん普通の布にさ7715染み込ませりゃさだって強いわけだよ。ウエスだもんね要するにね。ウエスにさ染み込ませりゃいいわけだけどさそれ普通の布だもん。笑っちゃうよね。これは硬いよね。これ強いよ。いや硬かねえよ。硬かねえけど強いよ。強いよ布は強いよ。ウエスだもんね。でポリエステル、ああエポキシだったらさ硬くなるじゃん少しは、うん、ねえ6800だってさ、うん、6815だってさここまでにはなんないし。これゴムじゃんこれこの感じ、うん、触った感じここまでにならないでしょ、はい、すいません。だけどさこのケブラだったらさ、うん、これハサミで切れたぞケブラだったら、うんでこれ、ね、眼神させなきゃさ切れないんだから、
はい、どうぞ。あ、結局、はい、すいません。まあ、いつも奥田さんがお世話になります。うちの奥田がなんてうちの奥田が、うちの奥田でいいです。いつも俺がお世話しとっちゃうから大噂金がね、聞いてます。おばさんたちは一生懸命ね、おちょくってくれるんですよ。おちょくってお世話してくれる。いや、そうそうそう、普通のおばちゃんたちはおちょくんない、普通のやつをおちょくりますから。なんてやってくださいよ、時は。だけどさ、ケブラだったらハサミで切れないんだよ。ケブラ自体は。ケブラ自体は、ね、だけどさ、これ眼神させるとさ、切れちゃったでしょ。うん、だから加工できるじゃん。それがいいじゃん。うん、そうですね。うん、それがバッチリいいじゃん。これスープライムを6815でかませればガチガチやな。ガチガチ。でもケブラ使った時は6815を使っても、うん、多少柔らかいかもしれない。ケブラが柔らかいから。68の方がいい。68、いやいやいや、これの方がいいよ。だからそれで用途用途68使うとまた違う、はい、あれになると思いますよ、はい、FRP に。うん、うん、分かりました。俺感動したのよ、そのあの切れ方。うん、まさかケブラと7775死の交渉、うん、コンポジットにしたっていう経験ないからさ、うん、俺はその死の交渉は興味あったけどさ、うん、俺このケブラを初めて見たやん。初めてだろ。いや俺も初めて作ったの。これいいよね。いいよ。ロビンクロスの何がいい？何がいい？いや、勝てえじゃん。何が勝てえ？これが。ケブラ。切れないじゃん。あ、切れ、ケブラがだろ？ケブラは切れないよ。防弾チョッキだ。やっぱりそうやろ。あ、そうだよ。強度出るよ。出るよ。めちゃめちゃ強度出るよ。間に金網でもサンドイッチして。そう。ガチガチだよ。そう。だけどさ、切れない、割れないっていうのはいいんだけど、うん、ケブラにこれ眼神させるとさっき言った通りで切れるでしょ。ケブラにね。ケブラに、ケブラだけだと切れないんだよ。でもさ、ケブラに眼神させてれば切れるんだよ。切れるよね。うん。だからさ、だからめちゃめちゃいいんだよ。加工できんじゃん。うん。これ加工できないもん。普通はね。うん、専用のがなければ。こんなまっすぐ切れてるじゃん。うん。うん。で、社長にほら、残してったやつ、うん、あれ自分で加工すればさ、うん、強さわかんじゃん、もっと。わかる。さあ、食べてください。ああ、どうぞ。いただきます。はい。せっかく伸びちゃって。すいません。いえ、伸びないです。